ミトリダテス戦争は、紀元前88年から紀元前85年にかけて、ポントス王国と共和制ローマの間で起きた戦争で、3度にわたるミトリダテス戦争のうち最初にして、最大のものである。戦前まで小アジア全域を制圧したポントス軍は、ギリシャでローマ軍と戦って敗れた。ローマの優位を認めつつ、現状復帰の条件で講和が結ばれた。ポントスは、シリア戦争まで、セレウコス朝に服属する独立国であったが、シリアが後退すると、ローマの属国として扱われるようになった。ポントス王ミトリダテス5世は、カッパドキアを攻めて併合した。息子のミトリダテス6世が王位を継承してから、ローマは、紀元前92年に、カッパドキアを亡命者アリオバルザネスに返還するように、命じ、ミトリダテス6世も返還を受諾した。しかし、ミトリダテス6世は、隣国のビチュニア王にコメデス4世の兄弟、ソクラテスに一軍を与え、ビチュニアに送り込んだ。ソクラテスは、ニコメデス4世を追って、ビチュニアを支配した。他方、カッパドキアでも、ミトリダテス6世の援助を受けた反乱が起こり、ローマが送り込んだ、アリオバルザネス1世を追って、ミトリダテス6世の息子アリアラテス9世を王に立てた。ローマは、マニウス・アクイリウスを長とする使節団を送り込み、追放された2人の王を復位させようとした。マニウスは、アシア属州総督、ルキウス・カッシウスが持つローマ軍と、臨時に徴収した、諸民族の兵力によって、目的を達した。ミトリダテス6世はこれを静観した。しかしマニウスとカッシウスは、戦争を望み、復帰した王に、ポントス攻撃を進めた。ビチュニアのニコメデス4世はこの進めに応じて、ポントスに侵攻し、略奪した。ミトリダテス6世はなおも反撃を控え、マニウスに抗議の使者を送ったが無視されたため、アリアラテス9世をカッパドキアに送り込んで占領した。当時のローマの方では、戦線は元老院の権限であったが、マニウスらは、自己の判断で、ミトリダテスに対する戦争を始めた。小紫と紫が戦前のポントス。この戦役でピンク部分まで拡大した紀元前88年に始まった戦争でローマは少数のローマ軍の他に現地で徴収した兵力で大軍を組織した。軍を3つに分けて、おのおのをルキウス・カッシウス、マニウス・アクイリウス、キントゥス・オッピウスが率い、ニコメデス4世のビチュニア軍も加えて4方面に分かれて、ポントスとカッパドキアに向かった。ミトリダテス6世は分身するローマ軍を、撃破した。まず、アムニアス側の戦いでニコメデス4世を迎撃し、国境を越えて逃げる敵を追って、マニウスが守る、プロトパキウム要塞を7時間で攻略、カッシウスの軍も破った。ローマの敗将たちとビュザンティオンにあった艦隊は離散し、ミトリダテス6世は、ビチュニア全域を支配した。ミトリダテス6世は捕虜に帰国の費用を与えて帰らせ、孤立して降伏したオッピウスを丁重に遇したが、マニウスは処刑した。ミトリダテス6世はさらに進み、アシア属州など、エーゲ海沿いの小アジア全域を手中にした。支配の確立後、ミトリダテス6世は、新しい支配地域の全土で一斉に、ローマ人とイタリア人を皆殺しにする命令を出した。イタリア生まれの者は男女の別なく子供も含めて殺された。この命令により殺された人数は8万人とも10万人以上とも言われる。ミトリダテス6世は艦隊を率いてローマ側に着くロドス島の攻略に向かった。しかし陸兵を輸送する船団が嵐に見舞われ、ロドス海軍の巧みな交戦にもあって、攻略は失敗した。紀元前87年に、ミトリダテス6世は、アルケラオスに一軍を与えて、ギリシャに送った。これに呼応して、アテナイ、ラケダイモン、さらに、ボイオティアの大半が、ミトリダテス6世の味方についた。さらに、メトロファネスに率いられたポントス軍の別動隊が、エウボヤを攻略した。マケドニアは、ローマ側につき、ブルッティウス指揮下の軍を南下させた。ブルッティウスは、メトロファネスの脅威を退け、ボイオティアのカイロネイアで、アルケラオス軍と対陣した。ブルッティウスは、兵力の劣勢を悟って退いた。ここで、ローマ軍がギリーシャに上陸した。ローマ軍を率いたのは、アシア総督に任命された、ルキウス・コルネリウス・スッラであった。スッラは5個軍団と若干の大隊を持って、ギリシャに渡った。スッラの出現でテーバイなどボイオティアの大半はローマに寝返った。アルケラオスはアテナイの外交ピレウスに立てこもった。ピレウス包囲戦では双方の技術と武勇を駆使した激しい攻防が展開された。ローマ軍はピレウス攻略を諦め、飢餓で弱っていたアテナイの城壁を突破すると、アルケラオスは内城に引き下がり、ついで海から撤退した。これより前、スッラとの対戦中に、ミトリダテス6世の息子、アルカティアスがマケドニアに侵攻して、全土を制圧していた。アルカティアスはそこから南下する途中で病死した。アルケラオスは、ボイオティアに回り込んでこの軍を合わせ、ローマ軍を上回る兵力を得た。しかし、紀元前86年に、スッラは、山間のカイロネイアの戦いで、身動きの取れない大軍を撃滅した。アルケラオスは、敗兵をまとめて、一旦、エウボイアのカルキスに退いた。すぐに、ギリシャ本土に再上陸したが、紀元前85年にオルコメノスの戦いで再び、敗れて、コルキスに撤退した。敗北を聞いた、ミトリダテス6世は、恐怖政治によって、沿岸のギリシャ人諸都市を引き締めようとしたが、かえって諸都市の反乱を招いた。一方、ローマでは、紀元前86年に、ガイウス・マリウスが権力を握って、スッラを公敵と認定した。マリウス死亡後に補充執政官となった、ルキウス・ワレリウス・フラックスの下に2個軍団を中心に、下軍が編成され、遠征に乗り出した。この軍は、スッラとは戦わず、テッサリアに入って、そこに残存する、ミトリダテス6世軍を駆逐した。この時、フラックスとレガトゥスガイウス・フラウィウス・フィンブリアの間で、争いが起こり、フィンブリアがフラックスを殺して、軍の指揮権を奪った。フィンブリアは小アジアに渡り、アシア属州の奪回に取り掛かった。ミトリダテス6世は遠隔にあるスッラとの和平交渉を始めた。小アジアに上陸したスッラと会談して、紀元前84年にダルダノスの和訳を取り決めた。主な内容は、以下の通りであった。ミトリダテス6世は占領した地方、パフラゴニアをすべて放棄して、カッパドキア王及び、ビチュニア王が、元の地位へ復帰することを認める。ミトリダテス6世は、自身の個人資産から賠償金として2000タラントを、ローマに支払う。ポントス海軍の軍船をすべてローマへ引き渡す。その後、スッラは、フィンブリアと対陣し、軍勢の引き渡しを求めた。フィンブリアは抗戦しようとしたが、脱走兵が相次いだため、降伏して自殺した。しかし、ミトリダテス6世は、カッパドキアの一部を領有したままだったため、和訳の翌年に、第2次、ミトリダテス戦争が起きた。ありがとうございます。